はい、こんばんは、きょうはですね、バーチャルモーションキャプチャーの新しいバージョン0.27がリリースされたので、それの紹介をしたいと思います。大きな変更としては、v l o a d h u b からのモデル読み込みに対応しました。また、内部的な修正が結構多くて、新しいミドルウェアに更新されたり、Oculus での不具合が修正されています。 あと、コンパネの通信方法並行なんですが、これも内部の仕組みが更新されていて、今まで10点トラッキングだとちょっと重かったところが改善されているそうです。で、えー、っと、早速なんですが、0.27へのアップデート方法ですが、まあ、いつも通りですね、バーチャルモーションキャプチャーで、まあ、Google 検索等をしていただいて、公式サイトのダウンロード、 ダウンロードページへでここのボタンからダウンロードしますで早速なんですがバージョン0.27を起動していきましょう大きく、ね、変わるところはないんですがアイコンが今回から設定されるようになりました えと注目の早 VROIDHub からのロードを試してみたいと思います。VRM 読み込みをクリックして、えー、と今まで1個しかなかった VRM 読み込みに VROIDHub が対応され増えています。で、えー、とクリックするとこんなような画面が出てくるので画面に従って VROIDHub にログインをクリックします。 するとです、ね、ウェブブラウザが開いてこんな風に認証しますかっていう画面が出てきます。多分私もシ,クシブアカウントにログインしているので、まあ、問題なければ連携するというのを押します。ここにも書いてあるんですけれども自分で v l o a d h u b にアップロードしているモデルっていうのがまあ表示されるようになりますしもう1つ v l o a d h u b でいいね、まあ、ハートマークしたキャラクターで アプリ上で利用可能なものを、えっと、リストアップするような仕掛けになっています。連携するボタンを押すと、こんな感じのページが出てきます。許可コードを選択して、コピペ。多分、ここのコピーをしても機能すると思いますけど。で、えっと、さっきの画面に戻ると、 バーチャルモーションキャプチャー側ですね。そうすると、ブラウザに表示されたコードを表示入力してくださいってあるので、貼り付けボタンを押します。で、認証するとやれば、はい、もうこんな感じで表示されてますね。あとは選択して、それをまあ同意して読み込めば OK です。せっかくなので、新しいモデル、私自分のモデルをアップロードしてないので、ちょっと V ロイドハーブに。 モデル使えるものを探してみたいと思います。v l o i d h u b でモデルを探すをクリック。そうするとブラウザが開きます。まあ、もう、ばーっと表示されるので、気に入ったモデル選択すれば OK なんですが、今、v l o i d h u b だと、この右上にアバターの利用条件、使用条件から絞ることができます。例えば、 えっと、私はクレジット表記不要で、個人の賞を利用、まあ、制限が緩いようなモデルのみをちょっと選択したいので、抽出してみたいと思います。感じですね。いいと思ったら、多分ここのハートマークを押せば OK です。でモデル選択して、 いいねと思ったら、これを押すと。で、こうなるとですね、さっきのモデル読み込みのところ行くと、こんな風にもう反映されてますね。モデルリストに出てくる格好になります。しかし私が検証したときはですね、えっと、出てこないときは、この画面のフチポチってあるとリロードされてたような気がします。じゃあ、ちょっと糸っぽいドちゃんを選択して、 アバタリー利用 OK でクレジット表記が不要と,と同意で規約を確認して問題なければ同意して読み込みますそうするとインターネット上からダウンロードしてはい裏に隠れていっちゃったあちゃんとロードされてますね今までは V サイトから VRM ファイルを、まあ、ダウンロードしてくる必要があったんですけれど、今回はアプリが直接連携しているので、えー、とその手間が1つ減った形です。リップシンクつけて、多分これでもうキャリブレーションかければですね。よいしょ、横。ほい。うん。 大丈夫そう。カメラのアングル作って、ボタンするかな。たぶん、VRM なので、えーと、表情の設定がされてれば、いつも通りのボタン割り当てで、こうやってアニメーションつ、ブレンドシェイプでアニメーションつくことできますし、 動かすこともできますね。というわけで、こんな風に V-Load Hub に上がっているキャラクターをすごいお手軽に試せるようになったので、ぜひ新しいバージョン試してみてください。今日は Virtual Motion Capture の新しいバージョン0.27の紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。